衛星画像セントクリストファー島、またはセントキッズ島はカリブ海のショーアンティル諸島のリーワード諸島にある島。火山島で深さ227メートルのクレーターがあるリアムイガ山がこの島の最も高い場所である。島の最南端の半島にグレート・ソルト池と呼ばれている島最大の湖がある。なお英語ではセントキッズ故礁が一般的に用いられる。 セントクリストファーネービス連邦の中心地で南のネービス島と共に連邦を構成する。中心地は同国首都のバセテール。行政区閣上はブービー島といった周辺の小さな島も含み、面積は174.1平方キロメートル。人口は2017年の時点で35,968人と推定される。ヨーロッパ人が来る前はハリ部族が居住していた。 ペトログリフと呼ばれる岩に彼らが彫った戦国画がある。1493年にクリストファー・コロンブスによって発見され、1624年にアイルランド人の商人トーマス・ワーナー卿率いるイギリスの開拓団を引き連れて白人初のカリブ海及びリーワード諸島最初の入植地となる。フランス人も島に入植し、島の中央部分はイギリス領。 島の南部と北部の部分はフランス領に分かれるが、やがてイギリスとフランスとの間で島の領有をめぐって争奪戦争が起こった。イギリスは島北西部にブリムストーン、ヒル要塞を建設し、前線拠点として重要視され、カリブのジブラルタルとも呼ばれた。要塞は18世紀のフランスの撤退後放棄されたが、1999年に、 ブリムストーンヒル要塞国立公園として世界遺産に登録された。1783年にベルサイユ条約により全島はイギリスの植民地となる。1932年に姉妹島のネイビスとアンギラとでセントクリストファーネイビスアンギラ労働党による独立のためのキャンペーンを行う。1980年には正式にアンギラが分離し、 1983年にネイビスと共にセントクリストファーネイビスとしてイギリスから独立した。セントクリストファーネイビス連邦を構成する二つの島のうちの一つ。だが、セントクリストファー島には政府等が設置されておらず、連邦政府の直轄下にある。もう一方のネイビス島には自治政府が設立されている。一般的な連邦制では各構成体に 独自の政府が設けられ、連邦政府が包括的な政府として機能していることに対して、同国では、セントクリストファー島に政府がなく、連邦政府が統治していることから、連邦政府とネイビス島の連邦国家という体制を取っている。9つの行政教区に分割される。サトウキビが主産業で島の3分の2は、サトウキビ畑に開墾されている。観光産業も盛んである。 島には鉄道があり、5 8トルの線路が海岸線に沿って設置してある。昔、砂糖機微を運ぶために利用されていたが、現在は、セントクリストファー観光鉄道として観光用の列車が利用している。島を一周する道路が沿岸部を走る。中央に森林と火山がある地勢上、横断する道路はない。空港は、 バセテールのロバート・イルブラッド小国際空港がある。カイロはネイビス島との間にある。フェデレーション・オブ・セイント・セント・クリストファー・ネイビース。シティ・ポピュレーションで2021年8月18日閲覧。セイント・キッズ・アンド・ネイビス。イギリス連邦地方自治体フォーラム。2021年8月18日閲覧。パーラメント・ザ・コンスティテューション。 セントクリストファーネービス政府2021年8月18日閲覧ありがとうございます。